フレディ VS ジェイソンは2003年のアメリカのスラッシャー映画。監督はロニー・ユー。脚本はダミアン・シャノンとマーク・スウィフトが務める。エルム街の悪夢シリーズと13日の金曜日シリーズのクロスオーバー作品で前者の第8作目、後者の第11作目にあたり、エルム街の悪夢ザ・ファイナル・ナイトメア、13日の金曜日ジェイソンの命日の後が舞台。 2003年8月15日に米国で公開され、全世界で1億1600万ドル以上の工業収入を記録し、13日の金曜日、シリーズでは最高の工業収入、エルム街の悪夢シリーズでは2番目に高い工業収入を記録した。この作品でロバート・イングランドはフレディ・クルーガーとして最後の映画出演を果たした。続編や、 資料の腹渡シリーズとのクロスオーバーが計画されたが実現しなかった。第6作目で起きたフレディ・クルーガーの惨劇からすで20年の月日が経っていた。住民たちが観光例を敷いたことで後に生まれきた子供たちはフレディの記憶を一切持っていない。エルム街の住民たちは今やほとんどフレディの存在を忘れ去っていた。 自分の存在を人々に意識させることで力を得ているフレディは次第に人々から忘れ去られてしまったことで弱体化をして思うような活動ができなくなる。危機を感じたフレディは現実の世界の殺人鬼ジェイソン・ボーヒーズを操りエルム街に再び恐怖を蘇らせ復活しようと画策する。命の手で倒された彼の夢の中に現れたフレディは母親であるパメラ。 ボーヒーズに化けて彼を覚醒させエルム街で殺戮を行うよう仕向ける。ジェイソンはエルム街を恐怖のどん底に落とし入れた。人々が犠牲になるにつれ住民たちは徐々にフレディの恐怖を思い出しローリーを含めた若者たちにもその存在が知れ渡り始める。とうとう力を取り戻したフレディだったがフレディの制御を超えて残忍な殺戮を止めようとしない。ジェイソンは やすやすとフレディの手から離れ、まるで獲物を横取りしていくかのようにジェイソンがさらに殺していく。フレディはなんとか自分の存在だけを知らしめ、ジェイソンを始末しようとする。フレディを阻止したいローリーは睡眠状態に入り、フレディを止めようとする。ローリーはそこで母親の死がフレディの仕業だったことを知る。現実の世界では目覚めたジェイソンが暴走し、キーアー、 リンダマンが犠牲になってしまう。ローリーはフレディを現実世界に引っ張り出した。そして、現実世界で、フレディとジェイソンの激しい戦いが始まる。ジェイソンはフレディに殺害される。フレディが勝利したかのように思われたが、母親の復讐のためローリーは火を放ち爆破する。それに怒ったフレディはローリーに襲いかかる。しかし、死んだはずのジェイソンが名田を刺し、 両者は湖に沈んでいく。ナタを抜いたフレティだったがローリーがナタを拾いフレティの首を切った。火の海の中を揺を担ぎローリーは去っていく。その後、ジェイソンが湖から出てくる。その手にはフレティの生首が。しかし、フレティの首は薄気味笑いを浮かべ、ジェイソンを見るのであった。もともと両作は配給元が違っていたが、13日の金曜日の 配給元であったパラマウント社が本シリーズ8作目13日の金曜日パート8ジェイソン・エヌ・ワイエで見切りをつけニューラインシネマ社に権利を売却したことによって企画が可能になったしかし企画することは可能になったものの実際問題として夢の世界の殺人鬼と現実の世界の殺人鬼という全く正反対な存在を対決させることは容易な 話ではなく、脚本は何度もリライトされたという。フレディの性格は、前作から、一転、再び大きな性格に戻されている。フレディ役のロバート・イングランドは、本作を最後に、フレディ役を引退した。当初の結末は、ローリーとウィルが結ばれ、その直後ウィルの右手が鍵詰めになる、予定だったのだが、試写会での評判が良くなかったため変更となったことが、音声解説で語られた。 ありがとうございます。